地上の部屋こそ死刑執行のための部屋である。すでに準備が整えられ、本日の死刑執行人を命ぜられた3人の職員が待機している。しかしすでに白鵬をかけられた死刑執行人の部屋の様子に応じてできなかったと言うのから見ると、死刑執行の部屋の中央に出てもらえば縦に釈放捜査になりました。